ヴァンパイア、しかも画家だと。それがなぜこんな魔物の餌になった。先ほどの言いよう、まるで自ら望んで食われたかのようだ。察しのいいことだな。俺は自分からこの美術館の養分となった。そしてどういうわけか、死後もこうして獲物を狩るためにそばにいられる。これほど光栄なことはないだろう。狂っているな。どうとでも言うがいい。理解してほしいなど鼻から考えていない。なんだその哀れみの目は。ヘドが出る。人間お得意の偽善など不要だ。まだ言うのか。俺は喜んでここへ命を捧げた。何人たりともそれを侮辱することは許されない。俺はかつて画家として生きていた。だが誰一人俺の絵を認めてくれる者はいなかった。そもそも芸術は人間の領分。魔族が人間の真似事など、当時は嘲笑う者が大半だった。ただ一人彼女だけが違った。彼女。俺の絵を見て悲しそうだと言ったんだ。俺の絵に何かを見出してくれた。それだけで十分だった。だがその人は殺された。何。この喪失感がお前たちにわかるか。愛しいものを目の前で失う絶望を。それでやけを起こしたのか。後追いのようにこんな化け物に食われるなどという愚行を。そんなんじゃない。俺は死にかけた彼女の心臓を取り出し、アトリエにあった作品に移し替えた。心臓だけでも生きられるように。心臓。まさかそのオブジェで脈打っているのは彼女の心臓だ。これが。この美術館は魔物ではなく死んだ女の慣れの果てだというのか。選ぶ言葉を間違えるな。彼女は形を変え生き続けている。最初はこの人型のオブジェ、それだけだった。だが獲物を食らうたびに魔力を蓄え、手足を伸ばし大きく姿を変えていった。今やこれほど大きな美術館だ。この建物自体が彼女なんだ。だから決して死なせはしない。バカなことを言うな。その女はもはや生きてなどいない。いや、生きている。俺が生かしている限り。そしてこの先も永遠に生き続ける。そのための糧となってもらう。絵の具か。何。絵の具は魔力の塊。物を溶かすくらい造作もない。次は服だけじゃなく皮膚も骨も溶かしてやろう。ああ、先にそっちの女からにするか。させるか。愚かだな。こんなもの怪我のうちに入らない。お前はこのままでいろ。そうやって耐えきれると思っているのか。天井を見てみろ。しまった。上には天井の絵画すべて当然ながら絵の具で描いた。冷たい雨に打たれて溶けるがいい。うろたえるな。このくらい何でもない。
おい、お前は肌を焼かれていないだろうが。そうか、ならばいい。口答えするな。お前が無事ならそれでいいんだ。お前の肌に傷をつけていいのは俺だけだからな。そうだろ。その状態でまだ女をかばうのか。それほどまでに大切か。実に滑稽だな。ヴァンパイアが人間を愛したところで絵に描いたような幸福は待っていない。お前も必ずその女を不幸にするぞ。お前も？そうか、先ほども言っていたな。ヴァンパイアが人と思いを通わせる、そのようなことできるわけがないと。執拗に俺たちを蔑んでいたのは重ねていたからか。何の話だ。しらばっくれるのか。なるほど、ならば言ってやろう。俺とこいつはよく似ているのだろう、アリシヒのお前たち二人に。だからことさら苛立っているんじゃないのか。いや、焦っているようにも見える。やめろ。俺たちを見ていると思い出すのか。幸せだった頃か、はたまた陰惨な過去か。言うな。一体どこが似ている。ああ、答える前に当ててやろうか。お前が愛したのは人間だったのだろう。図星だったようだな。魔族に人のような心はない、だというのに恋焦がれたのか、人間に。哀れみの目で見るな。俺と同じ異端者の分際で。ああ、そうだ。俺が愛したのは、お前と同じ人間だ。偶然だった。だが、でも。いい命乞いだな。一つ、教えておいてやろう。お前はその女のために心骨を砕いているつもりだろうが、実際は、ただ自責の念に駆られているだけだ。そいつを手にかけた罪の意識に囚われているだけだろう。どの口が。お前も同類だ。隣にいるその女を襲えば同じ道をたどる。ああ、そうかもしれないな。だが、それがどうした。俺はこいつをどうしたって手放せない。神に背く大罪だろうとな。だがそんなこと百も承知だ。どれほど薄汚れても、道を踏み外しても、不幸になろうとも話はしない。俺の中に迷いはもうない。もしこいつの命をすすり尽くしたら、中途半端に生かしはしないさ。俺もろとも灰に返す。自分もろとも。お前はそれでいいのか。この男に殺されたとして、それで。そうか、あの時俺もそうしていれば。なんだ。もっと早く気づくべきだった。俺はもう後に戻れないと。自分で行くな。炎に巻き込まれる。
てひどく扱ってやったというのに、そこの家畜はよほど懲りない性分らしい。だが哀れみなど何の価値もない。その目によく焼き付けておけ。禁忌を犯し堕落していった者たちの末路を。これが俺が描く最後の絵だ。バカか。あ、崩れる。出るぞ、捕まっていろ。最後の絵は絶対に消えない場所へ焼き付ける。俺たちが灰になろうとも、この絵は色褪せないだろう。あの二人の中で永遠に。ここは美術館ができる前からあったたった一つの場所、ゼロ番目のフロア。このアトリエが燃え尽きたら本当に全てが消えるな。だが俺の犯した罪だけは消えないな。それでもどうかそばにいてくれ。お前の隣で眠らせてくれ。崩れていくな、何もかも。堕落した者たちの末路か。あの男は確かに腕のいい画家だったらしい。あれほど鮮烈に崩壊の一瞬を描いたのだからな。嫌な光景を焼き付けてくれたものだ。それでも俺だって後に戻るつもりはない。帰るぞ。見るべきものは見た。ここにはもう何の用もないからな。